さあ、それでは続きやっていこうと思います。ランボルギーニミオラを作るの94巻でございます。今回マーシェットさんからキット提供していただいております。では早速やっていきましょう。一言、トランクルームとルーバーを取り付けるというふうになっておりますので、やっていきましょう。いやー、残り6巻ですよ。残り6巻ですよ。本当にできるのかとちょっと思い始めてきた。で、93号に付属されていたスピーカーをつけていきますよという感じですね。じゃじゃん、こちらですね。よこのスピーカーを魔改造したいじゃん。で、これをこう向きにしてこう取り付けますよという感じですね。これ、これだけ取り付けするね。セットするだけでいいのかな。で、その次のページでやるのかな。ああ、いいんだね、ゆるゆるで。で、この線をこの穴に通しますよと。シュル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 。あんまり無理にやるとよろしくないので、こんな感じにセットして、で、これグッとは、あ、違うんだ、やっぱりピタッとはまってから上から蓋で93号スピーカーマウント、いや、まあどうでもいい話でもしながらやっていこうかななんつって思うんですけど、どうでもいい話か。暑い、ジメジメする。いや、もうさ、めっちゃ蚊がいない。早いよね、5月に蚊っていたっけって思っちゃうぐらいの蚊の量だわ。とあるさ、ところ場所でさ、まあ、ちょっとどこかは言わないでおくけど、蚊が尋常じゃないぐらい飛んでるところがあって、あ、これあんまり変な風につけると線噛んじゃうんじゃない。あ、大丈夫、こっからこうやって入れていけば噛まずに済む。あ、よさげ、いえ、平成生まれに予作って言っても分からん気がする。よし、入ったね、いいね、 OK だね。いやー、蚊がさ、とある工場に蚊がめちゃめちゃいるんだけど、それがまたね、ビビるぐらいでかいの。 B のネジ2本、これですね。ビビるぐらいでかくて、蚊かこれっていうぐらい、まあ蚊なんだなっていうのが分かるんだけど、まあでかい。でさ、ごくまれにさ、そんなに意外とね、刺されないんだけど、刺されるとまあ腫れる。ビビった。最初もうすげえでけえじゃん、あんなん刺されたらむちゃくちゃだなとか思ってたらさ、刺されたんだな。刺されてさ、腫れまくってさ、あれ、なんか結構これグッと、これあんまり締めすぎてもよろしくないんじゃないの。これ固定できればいいレベルな気がする。これちゃんと入ってんのか、これ見えねえ、わかんねえ、これ変な、実は変な風に入ってましたって言って、最後音が鳴りませんとか言ってなったら投げちゃうからな。向きも多分合ってる。もうあれだな、蚊取り線香の時期だな。玄関と、玄関の外っていうの、両方にこうして底面カバーを用意して、あー、なるほど、どっち向き、こう向きか、これを蓋するよと。おー、なるほど、これがトランクか。そう、
なんかもう蚊取り線香の匂い嗅くとなんか、あー夏だーみたいな感じがするね。イメージ的なもんでさ、やっぱりちょっとこう、なんだろう、あ、暑さを感じるというか、線香の匂い、こう夏モードな気分に入っちゃって、これ入る？入るね。ギリギリ、ギリ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 、ほう、こっち買った、全然入んないですけど、これまさかの向きがある的なやつあったりして、向きがふう、ちゃんと説明書読むよってね。入ったよ。あ、入れちゃった勝手に。で、そしたらこんな感じになるよっていう絵がある。で、これをやつにつけるんだけど、ここでネジ A を2本用意する。もうこれで93号の中身は終了だ。これちょっと不安を感じるんだけど、90号の部品が1個余ってんだよな。俺なんか付け忘れたかな。そういうのやめてほしいな。まあ自分のせいなんだけどね。で、ここにこれを用意して、裏返しの、ほほ、ああこうっすか、こうっすね。あ、ここでちょっとこうステンになってるわけだ。うん、なるほど。こんな感じ。おお、この空中に浮いてるのが若干気になる。チューブラリン、いいね、なんかバチッと入ったよ。で、そうしたら、そうしたらネジを入れるよと。え、見えない、また見えた、奥深、奥が深くて見えない。明かりをくれ、明かりを、明かりをくれ。あ、いた、いた、いた。でもなんか、なんだろうね、冬はさ、お風呂入るとさ、あったけーとか言ってふーっていう気分になるけど、夏っていうかこのぐらいの時期になってくるとさっぱりしたーって感じになるね。やっぱり今ちょうどね、お風呂入ってきたんですよ。お風呂を出てすっきりして、ゆずと稲荷と遊んだって、今日もやつらをハッスルしてたぜ、おもちゃで。もうなんかさ、習慣になってるからさ、このお風呂出た後、髪の毛とかね、髪の毛乾かしてさ、で、そうするともう稲荷がニャ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 言ってきて、遊び遊び、遊びの時間だぜみたいなさ、求めてくるから。さっきカーテンレールのところに登って降りれなくなって、私の肩にジャンプしてビビったわ、さすがに。ちょっとおいでっつって言って、こう手伸ばしてあげたら、手には来ず、俺の肩を切って蹴って2段階で降りてった。おお、忍者だと思いながら、よし、 OK、 こっちもしっかり締めよう。ああ、しっかり閉まってるね。オッケー。カタカタしない。オッケー。ちょっと開けてみちゃう？ごめんなさい。ごめんなさい。
見てトランクです。暗くてよくわかんないですよね。そうですよね、はい。で次でこうしたら今度はエンジンフードフレーム、エンジンフードフレームって今回ついてたやつか、なんか珍しく番号が書いてないな。94巻こちらですね、エンジンフードフレーム。開け方が雑い。これですね、これをこっち向きにして、これをこうか。ああなるほど。あれこっちがうまく入ってない。ん？あ入った。こっち側は入らない。え？あ入った。あ入った。オッケー。でここを B。B。本当にさ、これあと6巻で完成すんのか。結構不安になってきたわ。また最後ラストスパートがあるんじゃないのって思っちゃう。ありそうだな。いや別にね、いいんだけどね。よし。よいしょ。で、ここをしっかり締めておこう。ぎゅっ。でも一つの届くものに対してやることがやっぱり結構増えてきたな。これで OK と。しっかりここ入ってるね。そうなんかね、一個ね気になるパーツが余ってんだよな。大丈夫かな。でそうしたら今度こいつをこっち側に向けて線をね踏んで切らないようにして、でこれですね。いやーいいねこれね、結構好きなんだこのこの部分のエンジンフードの。でこれを見えない、ここにこうはめるでいいのか。いや接着剤がないって楽でいいな本当に。あこれでいいの、これでいいの、これでいいの。軽く押してエンジンフードを固定しよう。あなんか奥に入った。あ奥に入った。これ絶対この奥に入る気がするんだよな。ここにこうやってでこうやって入るんだ多分。ここがはみ出ちゃおかしいはずなんだよ。どこにある？あ、あ、はい。裏から見てわかるかな？あ、ギリわかる。こっち側奥まで入った。こっち入ってない。これちょっとまた面取ったりした方が入りやすいとかそういうやつかな。結構奥まで。この辺。あんまりだとパキーンとか言って言ったらちょっと本当マジで泣ける。あ、入った。軽くって書いてあるけど結構軽くはないな。お裏からここにこうね入ってる場所があるからなんとなくこう目で見て奥まで入ってるかどうか確認できる。うん入ってる入ってる。あ OKOKOK。 こんなとこですかね今回は。よし OK できたよ。いやーなんだかんだできたね。もう後ろは これで完成じゃない。もうつけるものも、あ線加えてるし、
ねえ、いいね、これ好きなんだよ、なんかよく分からんけど好きなんだよ、これ綺麗、すげえ綺麗だな、出来が、いい感じ、すごくいい感じ、これなんだろうね。でこれで94巻が終了です。で95巻はと言いますと、左リアホイールハウス、右リアホイールハウス、あーっていうことはここにホイールハウスがつくわけだ、ここに、あーこのネジね、これ使って多分つけるのかな、っていう感じですね。ということになって、リアホイールハウスを取り付けるというふうになっておりますので、それが終わったら95も終わりかっていうと、もう残り5号、おお、あとちょっとだね。よし、ということでですね、今回こんな感じだったんですけれど、次回またね、その95巻が届きましたら、またね続きやっていこうかなと思いますので、その際また見ていただけたらと思います。ということで今回はこんな感じで、ダーマター。